く来た。やはり来たか。しかもいっぱいいるし。にぎやかだこと。片付けるよ。ほら。また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か。やるじゃないか。あっ。
さて、どうぞ。正面突破。遅い。後ろは任せる。何してんだよ。悪いくらいな。で。これくらい無駄。そうね、そうでないと困るわ。あっちにも行けるんだ。そっか、行けちゃうか。なんだよ、長い道のりだな。そうだな、行くか。だ、渡ってほしくないそうだよ。僕も同感なんですけど。行くぞ。行くぞ。はっ。さて。はっ。ひゃっ。あなたはここで動く必要は。行って。どうだ。よっ。先に進むよ。分かれ道だね。どうすんの。宝どっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。雷神の力にはなれたか。
まあな。帝国も例外じゃないわ。それ世界的な話？また話が壮大だな。あ、広い。うーわ、大きなやついそう。戦いやすくて好都合じゃないか。なんかあったはず。はあ、俺生きてる。今すっげえ焼肉食べたい。やるじゃないか。
ここで終わりのようだな。ねえアラネア、死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ああ王様か。ああ外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かったそりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって？じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ赤い機体。Thank you.